ちゃん。ただいま。先輩、気がついた？そっか。戻ったぜ。どうだった？うん。私の家だけど、マンション、崩れちゃってて。うさみちゃん。やっぱり、誰もいなかったわ。きっと、みんなと避難してるよ。そっか。他には何か。ほらよ。そこのコンビニで見つけた。美和子も甘いの苦手だから全部やるよ。ありがとう。うん、おいしい。バテてる場合じゃない。少し糖分補充で復活だ。その先の交差点に3つもあるのに、すぐそこの店もコンビニだろ。未来人は頭おかしいな。うん、ここにいてもしょうがねえぞ。行くなら暗くなる前に出ないと。どうする？分かってる。少し休ませて。これからどうするよ。何か燃やしてのろしをあげるか。ひょっとしたらどこかの飛行機が見つけてくれるかもしれないぜ。怪獣見に行くから場所を教えて。え？おい待て。美和子は2年とここにいてくれ。これ見ろよ。死んでるだろ。怪獣ってより機械？夏野の話を思い出した。宇宙人が作った破壊兵器かも。死んだ怪獣。森村も恵もあんなのと戦うつもりなの？何かの操作盤？宇宙人の機械にしては分かりやすい形してるな。どうしたの？いや、なんかあの瓦礫の向こうにさ、誰かいたように見えて。どこ？見間違いじゃないの？おかしいな。お、隠れろ、キサラギ。バカ、何なの？急げよ。
怪獣みたいな奴ら敷島で作ったってのか。宇宙人じゃなくて人間が作ったものが街を襲ったの？なんで？その生体 ID はシステムへのアクセス権がありません。なんだ今の？空中に敷島のマークだ。この回収のコンピューターよ。まだ壊れてないんだわ。重機なのかよ。これが本当なら他の星を開拓するための機械がなんで過去の地球に現れてるの？わからねえよ。